おはようございます。ぶっちゃけ丸です。今日はですね、どうして世のお母さん方は赤ちゃんを抱っこするときに左手で抱っこするんでしょうかってことをですね、解説してみたいと思います。これ統計的にですね、言われてるんですけど、9割の、お母さんは赤ちゃんを抱っこするときに左手で抱っこしますっていうことなんですね。で、これどうしてかっていうことで、いろいろこう議論があったわけですね。で、いろんな説があるんでちょっと紹介したいんですけど、まず人間のそもそも利き腕っていうのは右手ですよっていうのが9割と言われてます。ということは、左手は利き腕じゃないわけだから、その利き腕をフリーにするために左手で抱っこしているっていう説なんですね。ただ、どうでしょうか。左利きのお母さんも左手抱っこしてるんで、こうなるとね、ちょっと利き腕説っていうのは非常に弱いなということで、他にもですね、言われたのが、人間の心臓の位置っていうのが若干こう左に寄ってますよということで、赤ちゃんがお母さんの心音を聞くと、リラックスするということでですね、そういったポジショニングをしやすくするために左手で抱っこしてるんじゃないかとも言われてましたと。それでですね、今一番有力な説なんですけど、赤ちゃんを左腕で抱っこした時に、赤ちゃんと正対するわけですけど、その時に、お母さんの目から見ても、赤ちゃんの目から見ても、その顔の表情、相手の顔の表情の左側が見えやすいっていう体勢なんですね。まさか赤ちゃん抱っこするときに、赤ちゃんの顔を自分の側に向けないで、歩く方向、進む方向に向けて抱っこしてる人って、これ、あんまりないですよね。これ抱っこじゃないんじゃないかなってレベルなんですけども、大体正対する形になると思うんですけど、その時に、真正面にね、抱っこすると、これ、ちょっと歩くの邪魔ですから。当然ちょっとね、こう左側にこうなってしまうわけですね、左手で抱っこすれば。でね、これね、何を意味するかっていうと、顔のひ、まあ、人間の顔の表情っていうのは、実は右より左側の方が感情が出やすいと言われてます。つまり、赤ちゃんとお母さんはお互いの顔の左側を見せ合うことで、お互い、相手が何を考えてるのかなとか、どういう状態かなっていうことを知るのに、非常にこう有利な体勢をとってますとこう言われてるんですね。つまり右側よりも左側の感情が出やすい、その感情が出やすいがゆえに、例えばお母さんの立場からすれば赤ちゃんの異変に気づきやすいですよっていうのもありますし、実は赤ちゃんもお母さんの表情を見て、どうでしょう、お母さんの気持ちをね、ある程度推し量っているとも言われてるんですね。ですから、お母さんが非常にこうね、忙しいというか、ちょっとテンパってるなっていう時には、赤ちゃんっていうのは、どうしよう、のべつ幕なしに泣くってわけじゃないんだけども、泣き始めてしまえば、それはなかなかね、泣き止まないであっても、ある程度やっぱり我慢するらしいんですよね。お母さんの方も当然ね、赤ちゃんがね、わーわー泣いたとしても喋れないですから、赤ちゃんの表情やね、仕草、いろんなものをこう総合的に判断して、お腹空いてるのかなとか、眠いのかなとか、推測するのに、実は左側の表情を見た方がより情報を得やすいと、こういうことなんですね。ちなみにですね、この打足といえば打足なんですけど、男性の場合、8割の人が、赤ちゃんを右手で抱っこすると言われてますね。つまり、男の人にとっては、赤ちゃんを抱くというのは、運ぶという感覚なんですね。荷物を持つのに近いのかもしれません。ですから、ちょっとお母さんのように赤ちゃんの気持ちを推し量ろう、あるいは赤ちゃんもお母さんの表情を見やすくして、赤ちゃんも安心しやすい、こういうような体勢を取るために、あえて左手で抱っこするっていうようなことが、どうでしょう、本能的にそうしてるのかもしれないんで、ちょっとこれはっきり言えないんですけど、男性にはそういったものが備わってないっていうことだけは統計上はっきりしてると、こういうことなんですね。本日も動画のご視聴いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。